結局、まあ、それぞれの人間に力が、等しくあって、で、それぞれの人間がそのことを自覚したらいいと思ってて、まあ別に推し活だとか、まあね、そういう生き方とかを別にしてもいいと思うし、俺もなんかそういうね、アイドルとか何かを好きになって、信者みたいになって、盲信してとか、そんな生き方とかも全然ありやと思うけど、まあそれぞれの人たちが半端ないから、それでいいっていうか、そこを大切に自覚することはそんな悪いことじゃないと思うし、みんながそれぞれ、自分をそんな卑下せずに、大切に生きていってほしいなと思ってて、で、例えば、その戦争とか、ね、爆弾とか、どこ対どこだとか、そういうのが今当たり前に、まあ日本は関係ないように見えるかもしれんけど、当たり前にこの世界で起きてて、例えば、ね、もうそれって、その偉い人が決めるわけじゃないですか、全部。そのイランとかイスラエルとか、どこでも国の、じゃあ全国民が戦争したいかって言ったらそういうわけじゃなくて、全国民が、イランが、じゃあイスラエルを殺したいって全国民が思ってるかとか、イスラエルが思ってるかって言ったら絶対違ってて、そうじゃない人もいて、だから、国と国の戦争なんて、結局戦争したい人たち、っていうか声がでかい人たち、それは偉い人たち、力を持ってる人たち、金持ってる人たちが勝手に決めてるだけで、で、それに巻き込まれてる人たちがたくさんいて、で、俺は、そういうのを、それを見て、反面教師って言い方良くないけど、まあ、あえて反面教師でしてるって感じで言うと、結局、一人一人が、そんな国とかに支配されない方向、時代というか、そっちに行くべきなんじゃないかなって、その過去のそういう戦争とかそういう過ちを反面教師にするなら、俺はそれはどうかなと思うんですよ。その提案というか、もう国とかに支配されない、国とかが全員決めてイラン対イスラエルとか言ってるけど、絶対イランの中でもイスラエルの中でもそんなしたくない、平和を願ってる、誰も殺したくないとか、そういう思っている人たちもいるなら、もう、そういう人たちは、そういう国とかに支配されずに、例えば韓国だったら徴兵令とかあって、戦争にね、なんか、連れていかれるとかあると思うけど、もうそういうのも逆らっていい時代というか、てか、そうしていくべきだと思うんですよ、俺はマジで。もう、だから例えば日本が戦争するってなったとしたというか、で、そこにはいろんな事情があったとしても、いや、それはいろんな事情があれど、で、その方がなんか国として国益がどうかとか、そんなあったとしても、いや、それでもやっぱ嫌やから、嫌って、じゃそれを政治家の目の前で言えるくらい、まあ、言ったら鉄砲で撃たれるとか、なんかそういうね、そういうのがあったりするなら、別にもう目の前でも言わずに逃げて、知らんみたいな感じで、どっか逃亡したらいいと思うし、本当に、もう、権力がどうであれ、上の人がどうであれ、自分がこうだっていうのを持っていいと思うし、持つべきだと思うし、で、今こうやって SNS とかあったりとかして、同じ気持ちの人と繋がったりとかできると思うから、それは Twitter であれ、何であれ、わからんけど、もうインターネットで2チャンネルでもいいし、何でもいいから、繋がれると思うから、そういう人たちと繋がって、そこで新しい国というか、ね、そういうのを作っていけばいいと思うし、な、俺はそういう時代というか、ただ生まれた場所がそこやっただけで、そこに縛られる必要はなくて、だって、こんだけ混沌としてるねんから、そうしたら意見とかもみんなバラバラやし、そこで、そのトップの人に全員が従うなんて、そんなのは、どっちが正しいかなんてわからんけど、俺は、そういう時代に、別に全員をそうしていきたいわけじゃなくて、俺はそうやって生きていきたいし、まあ、賛同してくれる人はついていきなさいっていうわけじゃなくて、まあ、それぞれがそれぞれ考えていったらいいと思うけど、俺は、なんかそう生きていくべきやなと思うし、なんかそういう風に世界を見ていきたいなと思ってて、どの国がどの国に爆弾やったから、じゃあイスラエルの人が全員悪なんか、イスラエルの人が全員悪なんかって言ったらそうじゃないし、絶対。だから国で見るのはもう古いというか、ね。俺はそう思う。国で人を判断、国で見ないし、まあ、ね、そうじゃなくて、人間一人一人を見たらいいと思うし、っていう感じの話を、まあ、うろうろしながらやってるわけですけど、そんな感じで思いました。っていう感じです。
何も、あの、他にもあってんけど、言ったら、まあ、だから、もっとなんか身近な、いやまあ、これはほんまに、こっちが言いたいことやから、別にいいんやけど、もっと身近なこと言ったら、なんやろ、なら、その、ね、ただ、まあ、学校、はい、学校とか行け行けとか言われると思うけど、学校とか行っても、その、校長とか、まあ、学校の雰囲気的にもう合わへんなと思ったら、学校なんてやめていいと思うし、ね、とか、まあ、会社とかも、別に合わへんのやったら、やめたらいいし、関係ないから、その、もう、合わへんもんな合わへんから、で、そうやって生きてたら、絶対どっかで巡り合えるから、なんかそういうのを大切にして生き延びていったらいいと思うんですよ、この世界を。その、我慢しないといけないだとか、そういうのは、本当にその先に何かいい未来が自分の中で見えてるなら、そのための我慢なんだとか、そういうのがあるならいいけど、それがないのなら、無理に我慢する必要はないし、自分の環境に。だから、その、自分の中で、探して生きていく、生き延びていく。俺は、世界、そうするべきだと、ほんまに思ってるから、俺はそうしてるけど、なんか、それが参考になったらいいなって思います。ほんまに、なら、まあね、まあ、なあ、だから音楽業界、まあその、今はこれ普通の社会の話で、例えば音楽業界とか、別に例えばで言ったら無限に出るから、音楽の話したくて言ったわけじゃないけど、まあ、例えば音楽業界で言ったら、音楽業界がとか、日本の音楽がとか、K-POP だとか、J-POP だとか、ヒップホップがだとか、なんか、業界はとか、腐ってるんだとかやっても別にじゃあ業界から離れていったらいいし、業界なんて関係ないところで生きていったらいいし、そこでなんかかっこいい人たちで繋がったらいいし、で別に繋がれなくてもいいし、勝手に心と心繋がってたらいいし、なあその別に最近のシーンはだとかファンはだとかなんかヘイツはだとかそんなもう関係なくて、別に最近とかそういうヘイツとかそういう場所から離れたらいいし、全然別に音楽なんか どんなところからでも作れるし、とか思うし、ね、別に、だからバトルシーンがどうだかとかって、別にバトル、そうね、もう感じないし、もう、まあまあ、もうこの話はしたくないんですけど、別にどうでもいいんですけど、ね、そんな感じで、その、別に、ね、その、結局何がしたいかって話で、それぞれが。で、それは、それを、なんか、他人に左右されるようじゃ、甘いなと思うんですよ。だから、ヘッツがこうだから、シーンがこうだから、時代がこうだからとか、そんなん感じなくて、自分で時代を作ったらいいと思うし、自分たちで。で、自分たちでとか、自分で作っていったら、それが勝手に繋がっていくと思うし、関係なくて、他人がどうじゃなくて、自分でやっていって、で、自分が愛したいと思うものを愛したらいいし、自分が表現したいことを表現したらいいと思うし、自分がいいと思ったものをいいと思えばいいし、けどそれっていうのは自分がってなるけど、自分も絶対未熟ってことは忘れずに、どん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 考え方変えていったらいいと思うし、アップデートしたらいいと思うし、で、そんな感じですよ。で、みんな未熟やけど、自分も未熟やけど、国も未熟やし、偉い人も未熟やし、だから偉い人に従うとか、偉い人を変えようとするんじゃなくて、自分が変えたらいいし、思ったより、偉い人も未熟やから、だから、そんなね、裏金とかしちゃう政治家とかあっても、それは短いから、俺らも短いように、政治家も短いねんから、そこは、なんか、別に、ひたすら怒ったって仕方ないし、そんなんじゃなくて、まあみんな短いなと思いながら、自分ができることやって、その、国の下っていう考え方を変えていくべきやなって、俺は思ってて、だから自分は変えてるけど、まあ、どうですかって感じですよね。別に大丈夫です。みんな、年齢とか関係なく、全員が尊いから、だから、で、全員が命持ってるから、それをね、大切にして、誇り持って、で、いいと思ったものみんなそれぞれが違うと思うし、好きな音楽もみんな多様性やし、みんな多様してて、じゃあそれを大切にして、そこで得た価値観とか、別にそこで価値観得なくても、じゃあ普通の人生で、周りの人から、友達から、家族から、上司から、同期から、何でもいいけど、そういう人たちから得た価値観とかを大事にして、で、それは、どんどん変わっていくと思うけど、それを大事にしていったらよくて、それは、だから、大谷翔平は確かにすごいかもしれないけど、大谷翔平と俺では全然人生が違うし、ね、その、ありきたりやけど、その大谷翔平は俺になれへんし、俺は大谷翔平になれへんし、それはありきたりやけど、真理やと思うし、なんかそれぞれがすごい大事やから、だから大谷はすごいなとかじゃなくて、いや、みんなすごいよって俺はめっちゃ思うし、そういうの見てても、全然、ホームランを打てるかもしれんけど、大谷ができないこと俺はできるし、みたいな。今日、そう俺だけじゃなくて全員ができるし、全員がそれぞれしかできないことがあって、だからみんなすごいと思うから、そのなんか、なんかすごいもの、なんか、
ね、記録とか結果とか、なんかそういうものにすごいな、すごいなとか言ってるんだけど、いや、俺全員がすごいよって思うし、なんかもっとそこに目向けてもいいんじゃないかなって、余計なお世話かもしれんけど、そんな感じに思ってます。はい、マジで思ってます。だからまあけど、まあまあ、別に何でもいいんですけど、何でもいいんですよ別にね。だからそれを全人類に分かってほしいわけじゃなくて、そので共感できる人はついてきてくださいじゃなくて、別にどうでもよくて、自分がこう思ってるっていうのを、まあたまたま生きてるからここに残しとこうってだけの話で、それだけです。だから、まあ、人生それぞれのやり方でサバイブしていったらいいんじゃないですか。マジでそう思ってます。サバイブしていきましょう。まあ別に死んでもいいと思いますけど、俺はまだ生きてるんで、まあそんな感じですよ。本当に自由ですよ。別に何も縛られずに、いいと思うものをいいってとりあえずやっていきましょう。うん、俺もそれを心に刻んでやっていきます。そんな感じ。あーい、えー、はい。